はい。はい。久しぶりだからね。あ、そうなんでございます。そうそうそう、我々的には、ミックスアップ的には新年明けて一発目。はい。ということで、もう1ヶ月も経つんですけれどもね。ですね。うん、どうですかこの1ヶ月。2021年、どうですかいや、実感ないよね。あんまり、年明けたなっていう。てかもう、今月も終わるし、気づいたら。本当ですよ。うん、もうすぐ、バレンタインですよ。ああ、そんな時期か。今年は何個もらえますかね。ただね、ちょっと情勢的にね、うん、手作りとかがね。あ、そうね。ま、ちょっとなんかね、敬遠されるかもしれないけれども。まあ、そんなこんなで、前回の放送ではね、うん、原神ブラザーズとコラボやりましたね。やりまして、はいはいはい、もう届いてますよ、例の。物が。物が。いや、びっくりしたよ。名目だけなんかなって思った。勝った瞬間に。ああ。ないんだと思って。あれ何も、その、弁当について触れてないけど、これはもうなかったことになってんのかな。ですよね。戦った後に、早速食べられるのかと思ってましたもんね。で、その、やっぱ、その負けた人は、その、くっそーってその食べてるとこを見て、悔しがるのかなって思ったら、うん、じゃあ終わりですって言われて。え終わったと思って。ね、終わりましたね。収録終わった。うん、普通に終わった。そう。そしたらね、翌週に、うん、翌週っていうか、まあ、今回の。うん、今回。収録にはね、その、ありますということで。いや、嬉しい。やりましたね。楽しみですね。食べたい、はい。早く食べたい。うん。お腹すいた。ということで、じゃあ早速、始めてまいりますか。よし。ね。市川太一。鈴木亮太のミックスアップ。どうも、市川太一です。鈴木亮太です。この番組は、お互いを高め合い、相互成長を目指し、ポジティブに、アグレッシブに攻めていく、発展型バラエティとなっております。ああ2021年初収録でございます。改めて、本年もよろしくお願いします。お願いいたします。そして、大事なお知らせを先にさせてください。マジか。太一さんの誕生日会、そう、2月の4日が近づいてまいりましたけれども、はい、うん。次回、誕生日会させてください。そうなんでございます。このアナウンスいる？いやほらどうなるんだろうとね。この後だって隔週ですから我々。そうだね。ちょっとねまた離れて。間空いちゃうからね。そう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 。うんうんうん、まあ今回ジョジョ園弁当さんもね。そうそう。ありますんでこちらの方にね、はい、皆さん見えてますか？ほらねこれがねありますからジョジョ園弁当のジョジョ園弁当を優先させてください。すいません。まあね、このジョジョ園弁当に関して説明しますと、うん1月8日公開されました原神ブラザーズとのコラボ配信後半のニコニコ動画セカンドちょっとチャンネル会員限定版での対決で我々が勝利いたしまして、はい、その商品としてジョジョ園弁当がいただけましたということでね、はい、まあ、全部で何戦ですか？5戦ですか？5戦？5本勝負5部門やったんだよね、うん、うん、ボッコボコにしてやったいやねここまでかと。だってね、一回負けてあげたからね、ルールで。あ、そうそうそう。なんか腕立て。あ、そうそうそう。そのちゃんと、その、まっすぐ伸ばして相手はやってたのに、うん、僕たちはその回数を稼ぐようなやり方をしてしまったから、うん、ちょっとフェアじゃないということで、じゃあ負けてあげるよって、うん、最終戦までもつれるその展開を作ったわけよ。でも別にフェアじゃないわけでもないですよね。まあ、ルールがないから。まあ、ルールないし、うん、回数を稼ぐ。そうそうそうっていうそのもうお互いの認識があったわけだから、うん、それは向こうが頭ちゃんと使わなかったそれだけの問題ですよ。ことを言う、うん、だしねその、うん、あっち向いてホイとかもねありましたけど、うん、一撃で終わったしひどいですよね、うん、もうバラエティ番組として絶対にあっちゃいけないことですよそうなんだよね、うん最後は運ゲーまで持ち込んだのに、うん、その運ゲーにすら勝てなかったと。そうね。いや、原神の2人は持ってますよある意味、うん、玄君のねバドミントンの下手さったらなかったもん。そう、ブタミントンをねやりましたけど、こんな最後なってます。全然もうあれ一生うまくならないもんあれはって思いましたよね。でも終わった後もずっと横でさ、もうシュッシュッシュッシュやってるのよ。そうそうそう、練習してこのアクリル板で、ね、うん、練習してましたけどね、全然ダメでした。そんな感じで、まあね、ボコボコにして手に入れた、はい、ジョジョ弁当きっとうまかろうと。はい、はい、まあ、この後ね、はい、実食しますので、はい、楽しみにしておきます。イエイ。それではミックスアップ今回もよろしく。市川太一、鈴木亮太のミックスアップ。
メールを読むコーナー。弁当食べられるんじゃないの？いや、まだお預けよ。もう我慢できない。牛だけに。何それ、急に棒読みだし。あ、もうってことか。ね、牛年だし、ね、牛かどうか分かんないからね、中入ってんの。あ、そっか、うん、豚のパターンあるんですか。豚のジョジョ編、ジョジョ編の最高級の豚かもしれない。すいませんね、そのままメールを読むコーナーで。ちょっとメール読んでいきます。はい、お願いします。ミックスアッパーしのさんです。ありがとうございます。市川さん、鈴木さん、こんにちは。パーパーッパー。鈴木さん、お誕生日おめでとうございました。1ヶ月前だけどな、ね、ありがとうございます。前回のエンディングでセーラー服を着ていましたね。着ましたね。私は中高とブレザーだったので、うん、鈴木さんがセーラー服を着ていて、うん、羨ましく思いました。羨ましいんだ。 お二人はセーラー服とブレザーどっちが好きですか？ iPhone から送信ね、iPhone からね、はい、今怒られますからね、はい、そういう時代ですからね、はい、僕の高校の子たちもブレザーだったんで、うんうんうん、やっぱ目新しさ的にはやっぱセーラーかな。あー、見慣れてるブレザーよりはセーラーの方がいいと、うん、かな。セーラーってどういう感じ？一体化してるやつ、ワンピースみたいなやつですよね。なんかちょっと文学っぽい。なんですか、晒しですか？あ、セパレートではある。ああ、あのパターンも、そっか。あの僕が着たみたいなやつだ。ああ、あのもセーラーだ。あの僕が放送やってた時に、うん、鹿児島純真女子っていう女子校があるんですけど、はいはいはい、そこめちゃくちゃ強くて放送が、うんうんうん、で。それセーラーだったんですよ。で、一体型のセーラーで、で真っ白なね、セーラー服。上下？あ、そうそうそう。スカートも？あの一体型なんて繋がってるんで。そう、めちゃめちゃ綺麗でしたよ。あ、でもやっぱなんか乃木坂みたいな感じ。あ、そうですそうです。あ、うん、でもいいよね。あ、でも確かに、ね、そう、僕乃木坂好きだわ。それか。そういうことか。乃木坂のおかげでセーラーが好きなんだ。乃木坂、あ、そうだね。うん、欅坂とかも、日向坂もみんな、そうか、ね、一体型のね、ああいうなんか制服っぽい感じの。そうだ、衣装か。ちなみに太一さんどっちがいいですか？でも僕ね、ブレザーの方が好き。ブレザーの方がなんか青春感ない、うん、ああ、まあある。なんかそのよく、少女漫画系の映画化した時とかの ね、うん、あの感じ、衣装とかね、ブレザー、ね、ブレザー多い気がしますね。確かに。あ、セーラー派。ブレザーですよね。追われている。このミックスアップジーム追われてますよ。どうしてセーラーですか？あ、シンプルか。シンプル可愛い。どうしてブレザーですか？中高はセーラーだった。あー、なるほどね。そうか、学生時代に、うん、その制服だった逆の方行っちゃうんだね。うん、見慣れちゃうとどうしてもやっぱり、あ、もううち中学私服だったし高校男子校だったから、まあ、どっちでもいいわ。正直そうですね、どっちも可愛い。制服着てくれりゃ何でもいいみたいな。そうそうそう、制服着てくれ。なるほどね。いや、ダメだな今の発言。27。ちょっと続きまして、はい、ミックスアッパーネーム花さん、はい、市川さん、鈴木さん、こんにちは。こんにちは。第11回拝見させていただきました。ありがとうございます。オープニングからエンディングまで自主規制のオンパレードに腹筋が鍛えられるくらいに笑わせていただきました。あ、そうでしたか。お誕生日コーナーもスタッフさんの腹黒さが出ていて、2月の市川さんの誕生日は一体どうなるんだろうと今からとても楽しみです、うん、これからの配信も楽しみにしています。頑張ってください。ありがとうございます。いや、大変でしたよ、誕生日企画。あ、そうですね。制服着るまでは全然いいんですけど。あそこはいいんだ。あれはだって自分が撒いた種ですから。そうだね。ね。アマゾネスになって。あ、そうそうそう。すくすく大きく育ってくれた結果アマゾネスっていう感じなんですけど。アマゾネスになってね。なんか弓引いて。引きましたね。あれ難しかったね。でも太一さん結構うまかったですよね。いや、そうね。おまけでね、その真ん中当てるまでみたいなのもやりましたけど、うん、なかなか当たんなかったですけどね。そう、まあ、結果そのプレゼントは全部サラダチキンみたいな。そう、僕の胃の中ですね。ところありましたけど、そうですね、僕の時は何が入ってるんですかね。何あるんですかね、うん、っていうのもなんか、まあこの後撮りますけれど、はい、セカンドちょっとチャンネルの方のね、うん、会員限定の方でまた会議していきたいと思ってますけど、はい、やることを決めますのでね、はい、はい、ありがとうございます。ます。じゃあ続いて、はい、行きますか。あこさんです。はい。市川さん、キング涼太様、明けおめアッパー。明けおめアッパーまではいいんだが。なんだこれ。どこから来たキング。どこから。キングの要素はどこにもない。
ないでしょ。これまでのその別の番組とか。何ですか。俺はキングだ。確かに言ってたけれど。誕生日の時ね。うん、あ王様だって言って。あれはもうその時のだけだから。王政はもう崩御したから。まあそれ以降キングの印象がついたと。ついた。こうすると、肘の治療とリハビリに通っているんですけど、うん、リハビリ担当のお姉さんと筋トレの話をしていたら、うん、腰の感知も早くなるんでと、うん、寝ながらできるきつい腹筋メニューを作ってもらいました。あそうなんだ。肘を曲げ伸ばしてもらいながら。から、腹筋鍛えている図はなかなかシュールでした、はいはい、というわけで2021年の筋トレ目標が腹筋を取り戻すとなったのですが、うん、お二人は2021年鍛えてみたい極めたい筋肉ありますか。あ腰腹筋で腰も治りやすくなるんだらしい。なんか腹筋をする動作がなんか腰に悪そうだなって勝手に、ね、この上げ曲げと、ね、思ってたんですけど、うん、腹筋つけた方がいいってことですよね。だからね要するに多分なさすぎて、うん、なんかかがんじゃったりとかっていうので、ね、負担かかってるんですか ね、ひょっとしたらってことですね、うんうんうん、極めたい筋肉ある、うん、今もね減量中ということで。あそうなんです。もう本当にもうこれいろんなところで言ってますけどもう正月太りのせいですねこれ完全に。あそうなんだ。あまあおばあちゃんちのねそうそうそうおせちあげてたからね、うん、美味しかったんですけど、うん、そうでも今年の目標は背なんですよ。背中をとにかく翼を授けたい自分に羽ばたいていきたい鬼をつけたいつけたい、うん、鬼になりたい、うん、ありますね。背中かなかなか難しいですけどね背中鍛えんの。そうだね、うん、自重ってなるとね。そうなんですよ。だから懸垂ができるとこうとにかく探すっていう、うん、うちあるよ懸垂は。ああなんかそんな話も前ねそうそうそうしましたよね。あるあるいいな。僕も毎日ね最近懸垂をやってますので。あいいですね、はい。どこ鍛えたいんですか。とか、まあ、あとは二の腕の三角トントキか三頭筋とか、まあ、肩そのあたりね、うん、シルエットを良くしたいですね。とりあえずあ確かにいやいいな。大勢タッパもあるからな。いやいやいやシルエット良くなったらもうすごいことになる。いやいやいやもうシルエットじゃんシルエットキング、ね、キングシルエットシルエットだから ね確かにそんなこともありますけどね、うん、はいはいはい。ではまだまだいけますか、はい、まだまだもうちょっと読んでいきましょうか ね、はい、はいはい。ミックスアッパーネームゆうきさんです。はい、市川さん鈴木さんこんにちは。こんにちは。ミックスアッパー成長がテーマですがお二人は具体的に目標にされている方や憧れの方はいらっしゃいますか、うん、やはり鈴木さんは LDH 系ですか、うん、市川さんは平野レミさんとかですか。いやそのジャンルがおかしい声優というよりかはなんか料理の人みたいになってますね、うん、平野レミさんは料理の中でもその料理してないって言われる部類だからねまあそうですね。僕はその そっちのジャンルではないよ、うん、料理の中で ちゃんとしてるちゃんとやりたいちゃんとやりたいって思うどっちかというとお菓子なんですか。そうだね料理も最近はね、うん、ちょっとやるようにしてて、でなんか前もらった料理本があって、はい、それをなんか順番に作ってってる今。とりあえずモーラもうすごいわ。じゃあそう引き出しが料理の人が一番増やしちゃって、いやちょっとそうだね。そのやっぱ自炊のねモチベーションをやっぱどっかに持ってきたくて、なんかまあ全部作ってみようっていうので、うん、やってる。あ、そうなんですね。はい、僕、亮太くんは LDH。いやなんかそのあれはもうなんかちょっと違うじゃないですか。LDH 系の人たちはもうシンプル好きな人たちというかね、うんうんうん、タイプだけど、憧れだからもうその。筋肉系でいうともう僕は YouTuber のメトロンブログさんですよね。ああはい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 。もうあの人やばいっすよね。やばいですね。なんかもともとダンスとかもやられてて、ね、そうブレイクダンスとか、うん、あのビッグバンのバックダンサーやってたりとかもされてるような方で、うん、すっごいバッキバキの人いて、ね、海外で暮らしてたみたいなね。うん、じゃあその人です。じゃあその人で。メトロンブログさん。メトロンブログさん。はい、高山さんとか筋肉とか。あ、筋肉さん、ちょっとバラエティに富みすぎているところがプロタンとかプロタンさんめちゃくちゃ好きですよ。あの人の動画見てるだけ元気になりますからね。うん、そんなところですか。はい、憧れというかね。ちょっと、うん、まあでもね、僕もメトロンさんの動画見てますからね。お、じゃあミックスアップでね、ちょっとコラボコラボちょっとメトロンブログさん来ていただいてやってくれるかな、うん、教えていただきたいぐらいですね。ちょっとね目指していきたいと思いますので、うん、はい、よろしくお願いします、はい、お願いします。メールはまだもう OK ですか。はい、疑問質問耳寄り情報などをどんどん送ってください。メールアドレスは mix@secondshot.jp です、はい、たくさんメールお待ちしています。石川太一鈴木亮太のミックスアップ。
大変美味でございました。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。ということでエンディングのお時間となります。えぐらいの気持ちです。あ、よかった、はい、焦りました。普通に台本飛ばしてなかった。違います、そんなことはありません。どうも鈴木亮太です。2021年も歴史を愛するこのコーナーミックスアップヒストリー、この方とお送りします。どうも市川太一です。よろしくお願いします。さあ第9回と、はい、いうことでございまして、9回です、ね、今回は2001年、21世紀の初の年をね、より掘り下げたいと思うんですけれども、はい、まずは2001年市川太一2月4日に誕生日を迎えて8歳になりました、はい。まあ、8歳といえば小学3年生になるんですけれども、ですか、やっぱ特別な出来事があったんじゃないですか。なんか本当毎回この振り雑談で申し訳ないんですそうですね、あのクラスが変わりましてね、3年生学年が上がったタイミング で、はい、でそこで出会った橋本くん、ほら彼はなんと金持ち、あら坊ちゃんがいた。そうなんです。物をあげたり、うん、友達を家に呼んで、うん、ね、みんなが持ってないようなゲームで遊んだりっていう、あら、まあ、お金を利用して、友達を作っていたわけですね。あら、幼い頃から。はい。でそのことも周りは分かっていて、まあ、橋本くんのお金と友達になった。こりゃおっかねえ話ですわでそれを見かねた僕は、はい、お金では友達は買えないよということを橋本くんに教え、僕が初めて橋本くんと友達になった。ずっとヒーローだ。そういうお話があります。この人は小学生時代はずっとヒーローだすごいな。どうしてこうなっちゃったんだろうな。なるほどね、はい、そうですね、お金は怖いですからね、はい、気をつけてくださいね皆さんね、うん、そして、はいはい、同年12月22日、鈴木亮太3歳のお誕生日を迎えます、今回も匿名の方からこの時の情報を入手いたしましたので紹介したいと思います。誰なんだ匿名K さん、はい、2001年12月22日、うん、この日のことはよく覚えています、21世紀ですから。21世紀初のクリスマス前、しかも3連休初日、うん、自分も浮かれてまして、仲間たちと朝までカラオケをして喉を痛めまして声が出なくなったことを覚えています。あの個人情報かこれ。あの頃は無茶してましたね。でへ、でへじゃねえよ。それと今回も最後にこれだけはお伝えしたいと思います。何ですか鈴木亮太さん、うん、3歳にして、はい、壁に向かって鉄山工の修行を始めたそうです。鉄山工わかるかな。あの書いてくれてます。ストリートファイター、バーチャファイター、はい、より、抜粋です。ね、こう肘打ちの、はい、動きが。これは本当ですか？これは本当です。本当なんだ。そうなんだ。3歳にして鉄山工を始めるの。いやーこれね、あ、そうなんだ。その修行中に K さんとすれ違ってたんだ。どこでやってたの？あれです。国会議事堂の横で。そうですよ。もうその時から反骨精神がどうにかしろみたいなことなんですかねよく捕まんなかったね。ねえ、まあ、3歳だからいいだろう、うん、少年法もまだ多分ね少年法とかもうそういうのも分かってないからね多分ね、うん、まあそんなことはありません。なぜなら僕は愛知県名古屋市で生まれてますからね。そうか、ありえませんけどね、うんうんうん、まあということでね、鈴木亮太伝説はまだまだね、はい、引き続き募集してますので募集するのもなんかおかしいさあ、どんなことが起きていたのか2001年、ざっと紹介していきましょう、はい、スタジオジブリ作品千と千尋の神隠し、そしてイギリスの人気小説が原作ハリーポッターと賢者の石が大ブレイクしました。同期か。そうですね、東京ディズニーシーとユニバーサルスタジオジャパンが開園しました、うん、同期か。同期です、うん、今年で20周年ですか。20周年すごいですね。すごい。そして IC カードスイカがここで始まるんですね。うん、スイカは JR 東日本が発行する IC カードでございまして、
スーパーアーバンインテリジェントカードの略となっております。あ、そうなんだ。ね、これをもじったあれなんですね。うん、はいはいはい。その後、JR 西日本でイコカが、平成15年、2003年で、うん、関東の私鉄ではパスモが平成19年、2007年に誕生しましたね。うん、そうですよね。もうパスモが出る時代にはもう結構大きくなってますもんね。大きくなってる。うん。そして、創刊された雑誌レオンが提唱したちょいワル親父が話題になりました。ジローラモさんとかね、ね、ファンツェッタのね、うん、ジローラモさんですか。はい、そうですね。まあそんな感じで振り返りましたけれども、はい、大地さんいかがでしたか、2000年。いや、すごいね、千と千尋、うん、まあ今はね、興行収入第2位ですか。ね、圧倒的でしたね、今年はね。すごかったね、300億円、ね、はい、あ。ハリーポッターと同期ですか。ねえ、ね、賢者の石は2つ目、1個目。あ、俺は1個目か。1個目の本当に同期す、はい、あ、すごいな。ハリーポッターがその発足した年にユニバーサルスタジオジャパンができてる。でユニバーサルスタジオジャパンでもハリーポッターやってるって、これがあっての縁なんですかね。そうなのかな、幼馴染だもんな。なるほどディズニーはね、やっぱそのやっぱディズニーのあれがあるんで、世界観があるので、だからあのね、ミッキーさんと、うん、ハリーさんと千尋さんは結構ね、幼馴染ね、ところがね、まあ最初はやっぱ仲良くなかったのかな、まあ、でも今はね、肩並べて頑張っていこうやって感じなんですかね。スイカってこんな前なんですね。なんかパスモと同じぐらいかなって思ったけど、なんか新しいイメージありますよ ね。6年もずれてるんですね。そんなに IC カードって早かったんですね、うん。でも僕ね、パスネットってのがあったのよ。パスネット知ってる？そのクレジットカード、あ、違うな、テレフォンカードみたいなやつがあって、はいはいはい、1000円だったら1000円で買えるんだけど、うん、でそれでその1000円 のお金の範囲だけ改札機に通して、はい、はあ、電車乗れるってやつがあったんだけど。へえ、じゃあ昔はその改札機にそのテレフォンカードを飲み込むみたいなところがあった。そうそう、切手と同じところに入れるんだけど。あ、そうなんですね、うん、へえ、そう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 です。大きさもね、そんなもんで、あ、でいろんなデザインがあったりとかして、へえ、そっちをね使ってたイメージがあった、小学校とかは。僕はちょっと鉄断工のしすぎで、さすがに記憶が覚えてない、うん、まだ ね、 そうだよ ね、 ね、電車も多分お金払わなくても乗れるもんね。あ、そうですね、その時ね、多分電車使わないんじゃないですか、僕は。当時の3歳児の僕は人力車とか人力車しかも自分で押す方やっぱ鉄断工やるぐらいだからさ。そうね、そうやって修行を積んでましたね、うん、昔はね。まあ、そんなところでね、すごいですね、うん、2001でも面白いことがいっぱいありましたね。まあ次回どうなるんでしょうか。以上、ミックスアップヒストリーでした。市川太一、鈴木陽太のミックスアップ、迷った時の市川太一、ライトな相談権に太一さんがズバッと答える迷った時の市川太一でございます。はい、今回も早速紹介していきますか。やってっか、ミックスアッパーなほさん。はい、たいしくん、りょうたくん、こんにちは。パーパー、今寝ようか勉強しようか悩んでいます。たいしくん決めてください。勉強しよう。受験生か。ねえ、これ受験シーズンですよ。大変ですよ、うん、まあね、このね、情勢の中でね、受験生さんもいろいろね、いろいろありましたよ。大変なことあると思いますけど、うん、頑張ってください。うん、まあでも睡眠大事ですよねって言いますよね、受験とか。まあね、記憶の定着とかもあるけどね、うんうん、まあ寝てる暇あったら勉強しろって話ですよ、学生は。そうだそうだ、こんなもん見てる場合じゃないぞ、うん、そうだそうだ勉強しろ勉強しろ。はい、続きまして、アイリスさん。はい、タイさん、助けてください。なんすか。先日鈴木亮太さんにブチ切れられて怒鳴られる夢を見ました。うん、その日から鈴木亮太さんを見るたびに夢を思い出して恐怖に震える毎日です。どうしたらいいですか。 iPhone から送信。 iPhone から送信そうだな、鈴木亮太のシチュエーションの作品を聞いてみるのはどうだい
ムラムラするぜ。いや、まだねえんだよ。あ、ないの？多分ないですね。じゃあ BL のやつ。そうですね。ね、今度出るから。2月17日発売、彼のいる生活、はい、どうぞよろしくお願いします。ます急にそんな宣伝になりますかね。ねえ、きっと恐怖もやらうでしょう。うん、はい、続きまして、ミックスアッパー、ハニーさん。はい。1年ぶりに日本に帰国したら、うん、日本の食べ物が美味しくて、ついつい食べ過ぎてしまいます。はい。それが原因でどんどん体重が増えてきています。うん、日本に滞在できるのはあと1ヶ月半。このまま好きなもの好きなだけ食べるべきですか？健康のために制約するべきですか？ iPhone から送信。お前もか。よし、1ヶ月限界に挑戦してみようぜ。お、このままフードファイターになって、ねえ、まあ、セルの臨界状態みたいになってください。ねえ、でこうやって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 ピュッってまたなっつってね、またあの1ヶ月後に帰るんでしょ。あ、そう、もうこんなになって帰ってくるからブラーって海王様っつってねえ帰ってくればいいんですよ。そう、でパーフェクトセルになって帰ってきて、その後ね、元に戻るから。そうですね。はい。ミックスアッパーユーズさん。はい。好きな、じゃ伝えているのに好きな人に思いが届きません。どうしたらいいんですか？ iPhone から送信！好きですと言ってみればいいんじゃないか？伝えてるんですって、でも。でも、やんわりでしょ？どうなの？やんわりだよ、多分。好きですって言えばいい。ダイレクトに伝わってないのか。うんうん、結婚してくださいって言えばいい。重いな、いきなり。うん、初手重くない？ それぐらい言わないと分かんないでしょ。ってプレッシャーにならない？好きですって、え、なんて、何、結婚してくださいって言ったら、えってなるじゃん。耳遠い系の主人公だ。耳遠い系ね、うん、じゃあ、はい、Will you marry me でお願いします。はい、ミックスアッパーマリオンヌさん。はい。元日の昼ごろ、うん、クラスメート、かっこ黒髪ショート清楚系で活発な美少女 CV 鈴木亮太から連絡が来ました。どんな？市川くん、そうそう、明けましておめでとう。よかったら一緒に初詣に行きませんか？しかし、清楚系なのよ。快活じゃん。そう、清楚系で活発な美少女。そうなんだ。そう。しかし、すでに家族と神社にいます。うん、さあ、どうする？え？全然ないよ。鈴木の女声で。鈴木亮太の快活な声で。市川くん、明けましておめでとう。よかったら一緒に初詣に行きませんかって言われたけど、しかしすでに家族と一緒に神社にいる。さあ、どうする？あ、メールで来たのね。連絡が来ました。そうです。うん、いや、それはもう行くでしょ。お。亮太のとこに。やっぱ CV なだけで。え？鈴木亮太じゃないから。あ、そうか。美少女じゃねえじゃん。美少女。うん、まあ、変換するよ、うまいこと。補正かけてくれます？そう、するする。まあ、家族とはね、いくらでも行けますから。うん、だからやっぱほら、まだ、見られたくない年頃なのかもしれない。家族と一緒にいるところ？そう。別の神社行けばいいじゃん。抜け駆けしてってことですか？そう。呼ばれたから行ってくるねって家族に言えばいい。でしょ？行くよ、亮太の元へ。だから。ん？いや。ミックスアッパー万年5月病さん、はい、最近巣が大好きすぎて辛いです、うん、今まで認めたくなくて目をそらしていましたが、うん、もう自分をごまかすことはできません、うん、巣のことが好きで好きで仕方がありません、うん、あの独特の爽やかさ、見た目から感じられる透明感、鼻に抜けるツンとした香り、うん、今日はどの巣を楽しもうか迷っています。大地君はバルサミコ酢とリンゴ酢どっちがいいと思いますか？リンゴ酢の方が体にいいんじゃないかな。お、なんか、うん、飲みやすそうですよね、うん、なんかいろいろねできるし、うん、僕はじゃあ黒酢をおすすめしておきましょうかね。はい、さあ、ということでですね、今回もいっぱい答えていただきましたけれども、はい、このコーナーではライトな相談メールを大募集しております。はい、重たい相談はお控えください。うん、以上、迷った時の市川太一でした。市川太一、鈴木亮太のミックスアップ。市川太一、鈴木亮太のミックスアップ。この番組はメールを募集中です。はい、普通歌オープニングでのトークテーマ、迷った時の市川太一宛てのライトな相談、俺たちのグローアップでの企画などなど、各コーナー宛てのメールお待ちしています。はい、何やらね、ノベルティを作るっていう話がついに出てきてます。なんだか番組っぽくなってきましたね。ですね、だからメールを送った方にはなんか全員もらえるみたいな、うん、ものなのかな。お、どんなのにするんですか。わかんないけど、やっぱね、せっかくね、2人で考えたひよこもいるし、うん、ひよこを使うのか、うん、まあ、はたまたミックスアップのこのロゴを使うのか、
はたまたひよこ豆が届くのかちょっと困るね、もらってもなってなりますけど ね、うん、まあそのステッカーなのか缶バッジなのかちょっとよく分かりませんけど、ね、まだ決まってないのでね、うん、続報をお楽しみに、はい、お楽しみくださ い。そしてこの番組のアフタートークがニコニコ動画セカンドちょっとチャンネルにて公開されております、はい、こちらは会員限定となっておりますので、うん、番組支援の意味も含めましてよろしくお願いいたします。お願いします。はい、ということで第12回ですね。でもまあ本当もうね、年明け感もないし、うん、金河新年って感じでもないし、ないし、なんか普通にジョジュエン弁当を食ったミックスアップ、うん、よかったね、美味しかったね、うん、弁当はこれで焼肉弁当2回目ですから ね。また原神かもって弁当食べますうわ最低な先輩がいる。あんだけあの3人のプロレスの中1人中立いたって回してくれてたのにこんなこと考えてました。やっぱね、味知っちゃうとさえ次何食べたいですか。何食べようか、どうしよう、寿司かな。あ、寿司ですね、うん、寿司三昧にしますか。じゃあ ねまあ負けることないと思うんで ね、あの2人には待ってろよ原神プラザ、覚悟しとけよ。次は腕相撲対決だ勝てるやつ選んでそれでは今回はここまで、市川大地と鈴木リオットでした。バイバイ。